はい、本日は野中哲弘投手、阪急、オリックス、中日、そしてヤクルトでねプレーしたピッチャーでございます。今日はですね、世代ナンバーワンと言われたね高校時代のピッチングからね、阪急、オリックス、そしてね中日ドラゴンズのね活躍をね見ていきたいと思います。こちらの映像は1983年夏の甲子園大会の様子でございます。なかなかね野中投手のねストレートってやっぱね速いしね、なんか伸びてるっていう感じがしますよね。こちら高校は中京高校、現在のですね中京大中京高校でございます。甲子園にはですね春夏合わせてですね3回出場してるんです。そしてね甲子園でのね通算成績はねなんと10勝3敗というからね、なかなかね2桁勝ってるというのはねすごいピッチャーだと思うんですよ。なんかねストレート速くてね当たんないっていう感じしますよね。この年はですね優秀なピッチャーがたくさんいまして、まあ池田高校の水野とね対戦ではね惜しくも3対1でね敗戦したわけですけどもね、やはりね世代ナンバーワン、高校生の時ですね、高校ではね世代のねナンバーワンピッチャーだと言われてたんですがね、やはりねこのねストレートを見てたらねナンバーワンやなって思いますよね。このピッチングって言ったらですね個人的にはですねドラフトでね入札でね1位でね行ってもいいかなって思うんですよ。そしてですね巡ってきたドラフト会、阪急がですね高野の外れ1位で野中をドラフト1位で、ね、指名してですねドラフト1位で阪急に入団することとなったわけでございます。そしてこちらが1年目のですねジュニアオールスター戦でのピッチングで、私の動画によくこの年のねジュニアオールスターがよく出てきますけど、この年のねジュニアオールスターね結構ねやっぱりねいい選手多いんですよ。そしてこちらの中の感じのピッチングですから、ちょっと変なところ投げちゃってますね。先ほど見ましたね高校時代のねちょっとねピッチングの方もねちょっと変わったような感じがするんですが、ね、実はですねこの2軍のピッチングコーチの指導でですねなんか投球フォームねちょっと改造したらしいんですよ。そしたらね案の定ね肩をやっちまったっていうことなんですよね。まあねそのね肩の故障がですねまあね後々とね影響するわけなんですよね。まあそれでもですね、まあ、将来のエース候補ということでね2年目ですね7試合に登板、そのうち2試合が先発なわけですからね、結局勝ち星なしでですね阪急オリックスを通じてですがね1年間1985年の7試合のね登板だけでね終わってしまってるんですよね。個人的にはですねフォーム改造と言ってますけれどもね、そんなに悪いフォーム改造には見えないんですけどね、結構ねある意味ね、まあ、スタンダードなねオーソドックスなね投げ方なんじゃないかなと思うんですね。これでなんで肩壊したのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけどね。まあね、結局的にはね、肩もね、手術をするほどまでにね、なってね、なかなかね、感知しなかったらしいんですけれども、なんかね、ストレートのね、球威だけ見てみるとですね、なんか高校時代の方がね、あったようなね、感じがするんですよ。だって眼表示128キロですよ。ちょっとこの眼表示もね、いかがなものかとは思うんですけどね。まあね、野中投手は最速は、ね、147キロと言われてるんですよね。だからね、あの128キロってって思いますよね。そしてこちらよく出てきますね、同期のね池山隆弘選手ですね。この勝負ね見物っちゃ見物なんですけれどもね、なんかね野中のストレートがねなんかのこの眼表示なんなんですかね。高校時代のねあの先ほどのねピッチング見てたらねバーンバーンっていった感じじゃないですか。なんか、ね、今のちょっとっていうお辞儀してません、今のストレート。変化球ではないと思うんですけれどもね、あらららスリーボールになっちゃってますね。で変化球は106キロでしょ、129、いやいやこれ高校生よりもねなんかね出てねえんじゃねえのっていう感じなんですね。おっと今度はですね日本ハムのこちら白井選手ですね、まだスイッチする前ですね右打席に立ってますね。結局ね肩の故障なんかもあってですね、最終的にはですね1988年プロ入り5年目の、ね、8月から、ね、この通り、まあ、オリックスになってますけどね背番号も0に変えてですね、こうね野手にね変更してね2軍戦ではねこうやってねホームランを打ってるんですよ。しかしながらね翌89年プロ入り6年目24歳の若さでね戦力外になったわけでございます。一度引退しましてね、まあサラリーマンとかねやっていながらね水島新司先生の草野球チームでプレーをしてね、これね結構投げてるんじゃんみたいな感じですね。なんか球速もね138キロぐらいまでいってですね、まあね肩の痛みもなかったということで、ご本人ねまたね再びねプロでねやりたいというね気持ちが湧いてきたみたいなんですよ。そしてですね3年のブランクがありながらね台湾にね移籍することになったんですね。そこでねなんと15勝を挙げて活躍、このね活躍が目に留まったわけでね6年ね中日ドラゴンズへね入団することとなったわけでございます。中日ではですね先発中継ぎ、まあ、主にねリリーフだったわけなんですけどもね21試合に登板、もうねここにも書いてあるあらゆる場面でね登板してね、まあすごくねチームにとってはねこう使い勝手のいいピッチャーだったわけなんですよね。
やはりね、なんかね、球の威力がね、なんか蘇った感じしますよね。10試合連続のね、無失点もやってね、本当ね、リリーフにはね、欠かせないね、ドラゴンズのね、ピースになったわけで、そしてですね、1994年、あの 10.8 でね、3点ビハインドのね、8回ですね、なんと野中がね、リリーフでね、マウンドに上がったわけでございます。実はですね、この登板はですね、まあ他にね、山本昌とかね、格言寺をね、なんで投げささんのかというね、話なんかもあったんですよ。いや、というのもですね、長嶋さんが巨人のね、桑田に牧原に斎藤ってね、3本柱突っ込んでこのかかって優勝してるじゃないですか。それに対してね、中日はね、なんでね、そうさっき言ったね、こう山本昌とかね、格じゃないんやというね、意見もあったわけなんですけどね、それにね、反するって言ったらね、あれですけどね、なんとね、見事なね、野中がね、ピッチングをするわけなんですよ。日にね、当時の巨人の3番、まだ20歳の、ね、松井秀喜を迎えるわけです。この時ですね、ノーアウト、ね、ランナー3塁というね、これ松井にね、外野フライ出てもね、1点追加されるところじゃないですか。ここでね、見事なピッチングでね、松井をね、まあ、三振に切って取るわけなんですよ。ちょっとね、吠えてますよね。そしてね、ワンアウトランナー3塁で、今度は岡崎をね、ファーストゴロに打ち取って、さあ、ツーアウトランナー3塁ということでね、このピンチを切り抜けて、そして迎えるバッター、巨人の5番は原辰徳。ツーアウトと、ね、なったところで、おお、なんかすげえね、こうフルスイングもあれですけれどもね、威力もありますよね、このストレート、これ141キロって出ますね。全然あれですよね、あの最初の方だったら阪急の時の、ね、映像に比べたらね、段違いでね、いいですよね。そして追い込んでから、この当たりね、結構ねいい当たりだったんですけどね、レフトがね、うまいことスライディングキャッチしてね、無事ピンチを切り抜けてね、ここでまた吠えるわけですよね。やはりね、この試合ね、息に感じてね、投げたんじゃないかなと思うんですよ。というのもね、高木森道監督はですね、まあ、巨人のね、先発のね、あの三本柱を突っ込むのに対してね、うちはね、このね、リリーフでやってきたんだからね、これをね、使うっていうふうに言われてね、それにね、対してね、野中をね、ちっとね、応えた形となったわけなんですね。中日でね、3年間プレーして、96年のオフにね、戦力外になったところですね、ヤクルトに入団テストを受け、97年はね、ヤクルトに入団したわけですね。そしてこの年はですね、プロ入り最高のね、44試合に登板してですね、なんとなんとね、5月27日のですね、横浜ベイスターズ戦でね、リリーフで登板してですね、なんと念願のプロ入り初勝利を挙げたわけです。なんとね、なんと32歳でのプロ離脱、それもね、いっぺんね、引退してね、そしてまた復活してからのね、一生というのはね、なかなかね、すごいね、野球人生なのではないでしょうか。そしてですね、翌1998年をもってね、引退したわけなんですね。通算成績はですね、日本球界ではね、6年でね、111試合に登板、2勝5敗4セーブの成績を残しております。本日はね、甲子園でね、世代ナンバーワン投手と言われました野中哲弘投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。